皆さんこんにちは、日本サイクルスポーツ振興会の松本です。このコーナーではズームアップサイクリストとして話題の自転車業界の著名人にビデオ通話を使用してインタビューしていきます。今どうやって自転車を楽しみ自転車に取り組んでいくのか、いろいろお話を聞いていきたいと思います。それでは今回の著名人はですね、オリンピック北京、ロンドン、リオ、そして先日ですね東京オリンピックの、代表として内定されました、MTB オリンピック界レジェンドの山本浩恵選手です。こんにちは。こんにちは、浩恵です。どうもです。前回に引き続きすいません、またよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、早速テーマの方に入っていきたいと思うんですけれども、はい、今回のテーマはですね、最高のサイクリングルートですね。はい、浩恵さんの中でこれまで走られてきたところですね、まあ、ヨーロッパ、アメリカ、ブラジルとかも行かれてると思うんで、いろいろあるかなというふうに、想像ができるんですけども、ぜひ浩恵、はい、さんの最高サイクリングルートを教えていただければなと思います。そうですね、まあ、やっぱ僕はマウンテンバイク選手でこう活動させてもらってるので、やっぱしマウンテンバイクのトレイルを、まあ、紹介したいのかなっていう思いがあります。で、一番やっぱ心に残ってるというか、うわーってもう本当にカルチャーショックというか衝撃を受けたのは、はい、アメリカのモアブっていうところのトレイルに、当時、まあ、僕がブリストンサイクル株式会社で走ったんですけども、そのチームメイト鈴木ライタさんと辻浦圭一さんがいたんですが、その人たちと一緒に、まあ、合宿兼レースに行って、でそのモアブのトレイルを走らさせてもらったんですけども、まあ最高ですね。これは景色がやっぱもう、そうですね、あの景色も本当にロックなんていうのかな、あの茶色のロックっていう、もう岩波、岩がもう茶色なんですけども、日本にはまずない広大さというか、まあイメージ的にはあのグレートキャニオンっていうんですか、あのオーストラリアですよね、はい、ああいう感じのアメリカのグレートキャニオン、ああアメリカの、すいません、うん、そう、それの本当にまあ近くなんですけども、そういう感じの風景がもうひたすらつながっ、もう広がっていて、でそこにそのマウンテンバイク用のまあトレイルというか、もうマークがしっかりと看板があって、何コースも分かれてるんですよね。こっちに行ったらこれぐらいかかるよとか、何キロあるよとか、また違う方向けば、はい、まあ難易度とか、こっちはイージーだよとかっていう風に書いてあったりとか、うん、もう無数にあるんですけども、はい、まあ、それがもう朝から晩までもう本当に走ってるというか、もう一日じゃ絶対走りきれない量がそのモアブには広がっていて、おー、いいですね。やっぱりあそこに行けばこうなんか考え方が変わるというか、もう視野が本当に広がって、少しの小さいことだったらもうどうでもいいやっていう風な感じになるぐらいの、衝撃を受ける、まあ、トレイルかなと。なるほど、はい、まあ、いろいろ走られてる浩恵さんがそこまでおっしゃるのであれば多分相当違うんだろうなっていう風に思うんですけど、ちなみにモアブって何州の？モアブは何州なんだろうな、ソルトレイクシティからちょっと、下の中に入ったのかな、下、うん、その時はあれ合宿とレースっていうのは滞在はどれくらい？約3週間ぐらいいたと思います。うん、じゃあもう3週間はトレイルを走ってトレーニング、まあ当時、ノーバっていう、今は US カップっていう名前が変わっちゃったんですけども、あのアメリカ国内のシリーズ戦がノーバっていうレースがあって、まあそのレースに自分たちが参加するっていうのプラス、そのモアブで合宿っていうので行われた時に僕がまあ参加してたんですよね。うん、はい、その時は浩恵さんは結構もうあれ、何年目ぐらいだったんですかね。あれかな、さっきブリストルサイクルに所属って言ったけども、
多分間違いで専門学校あ専門学校3年生の時ですね、多分あのテスト生、そして物質のサイクルのテスト生でその合宿に参加、なるほど、させてもらって、で、ライターさんと辻浦圭一さんと僕で一緒に行った遠征って感じですね。あ、じゃあもう小平さんがマウンテンバイクを始められてそんなに、そうですね、二十歳ですね。二十歳か21歳の時です。アメリカ以外だとどういったところに、はい、走りに行かれたことがあるんでしょう。まあ、スイスに住んでた時間が長いので、はい、そのスイスのやっぱしマウンテンバイク事情というか、うん、その自転車道、サイクリング道っていう事情もまあよくは知ってはいますね。うん、当時、まあ、マジョレーノ湖っていうところ、まあ、湖があるんですけども、そこの、小さい村に僕は住んでたんですけども、はい、まあ、そこは本当に綺麗な町で、本当にイメージ的にはルパン三世がいるような世界、うん、な感じなんですね。湖の中、湖が近くにあって、でもうすぐにこう急勾配な山なんですが、その山の、道沿いには本当に高級住宅とか高級か、うん、車、高級な車とかがもう止まっていて、だからそこを走るだけでこうなんか気分が盛り上がるんですよね。なんか成功者たちが何見てるかっていう風なこう見ていける道をすぐ走っていけるんですけども、その中にもちょっとした山にもやっぱしスイスっていうのはそのマウンテンバイクの乗れるトレイルがいっぱいあって、うん、でしっかりとやっぱし看板、うん、ここはマウンテンバイクいいよ、ここは登山客しか走っちゃいけないよ、ここは、うん、登山もマウンテンバイクもで乗馬馬も全部 OK ですよとか、全部ちゃんとスイスらしく分かれてるんですよね。うん、だからそういう面ではやっぱスイスっていうのはまあ、しっかりしてる、ここは、うん、絶対ダメ、ここは絶対いいよ、乗ってもいいよ、だからやっぱそう分かりやすいというか、まあそこまでやっぱし浸透してるんだなっていうのを感じますよね。自転車とか、まあ、乗馬とかがやっぱ受け入れられて、うん、その人々の日常生活の中にやっぱし溶け込んでるなっていうふうにすごく感じます。じゃああれですかね、アメリカもスイスも結構ちっちゃいお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで、うん、バイクを楽しまれてるっていう。本当そうですね、もう、うん、もう子供から本当に老人と言っていいのかもわかんないですけども、年配の方が楽しんでるのがもう本当にまあ今の世界というか、うん、そうなってます。ありがとうございます。はい、ちょっとアメリカとかスイスとかですね、海外のちょっと自転車事情も交えながらちょっと今日お話を、このテーマでお聞きいたしました。はい、皆さんもですね、まあ、海外ぜひ行ってみてですね、まあ、マウンテンバイクがスイスだったりアメリカでトレイルを乗るのも楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、ということでですね、今回お送りしてきましたズームアップサイクリスト、いかがでしたでしょうか。また次回もお会いしたいましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、じゃあ小平さんまたありがとうございました。ではありがとうございました。バイバイ。